この時間は人いないし、静かでいいな。さてと、アプリの通知来てる。そろそろご飯と部屋の掃除の時間だからね。みんな、いい子にしてた？って、また派手に散らかしてる。寄ってきてくれた。動きも本物のウサギそっくりで可愛いな。ご飯だよ。あ、人の取らないの。次は部屋の掃除と、あとはブラッシング。すごく喜んでる。飼育員になっておけば本物のウサギのお世話もできたけど、バイトに影響するかもしれないし、今はこれで我慢して。あ、しほちゃん、ここにいたんだね。今何か背中に隠して。別に。あれ、今どこかからピロピロって音が。音切り忘れた。でもお世話の途中でアプリを閉じたら夏気度が。気のせいじゃない、私は聞こえなかった。しほちゃん、今日声大きくない？いつも通りでしょ。それより何か用？あ、そうだった。この後の数学と美術が入れ替わって、先に美術の授業をやることになったんだって。移動になるから教えてあげないとって思って。そのためにわざわざ私を探しに来たの？お人よしっていうか、なんていうか。用事はそれで終わり？なら、もう戻ったら？うん、それじゃあまた後でね。はあ、よかった、気づかれなくて。みんな、すぐにお世話終わらせて。あ、ウサギさんの育成ゲームだ。かわいいね。なんで？ごめん、次の美術は図録も必要だってことを言い忘れてて。そう、わかった。わかったから先に戻って。さっき聞こえたのってこのゲームの音だったんだね。どんな風にお世話するの？え？私もたまにこういう育成ゲームで遊んでるんだけど、このウサギさんのアプリは見たことないなって思って。別に普通だよ。こうやってご飯あげたり、ブラッシングしたり、こう撫でてあげると反応を返してくれたり。あ、かわいい。見た？今耳がひょこひょこって。うん、なかなかああいう動き見られないから珍しい。しほちゃんもそういう顔するんだね。何のこと？もう休み時間も終わるし、私は教室戻るから。あ、待って、しほちゃん。おはよう。あの、日の森さんが背負ってるそのケースってギターのケース？ん？みのりはともかく、
この子が自分から聞いてくるの珍しいな。あの日の森さんはギターを弾けるの？違う、これはベース。ベース？そうなんだ、すごく大事にしてるんだね。なんでそう思うの？今置くときに丁寧だったし、なるべく人が通らないところに置いてたから、間違って蹴られたりしないようにしてるのかなって。へえ、よく見てるじゃん。楽器を大事にしないやつがいい演奏できるわけがない。え？私の尊敬しているベーシストがそう言ってた。このベースもそのベーシストのモデルなの。あ、そうなんだ。それだけ尊敬してるんだね。まあね。私最近新しい友達ができたんだけど、その友達のお父さんも地元の音楽好きの人とかミュージシャンの人たちからすごく尊敬されてるんだ。すごい人なんだ。うん、身近にそういう人がいるとなんだかいいよね。勇気をもらえるっていうか。そのミュージシャンから尊敬されてるっていう人はライブとかやってるの？今はやめちゃったけど、少し前まではやってたみたい。それで今はウィーケンドガレージっていうお店をやってるんだよ。それってライブカフェの？日の森さん知ってるの？うん、私の好きなジャンルとは違うけど、この辺りじゃかなり有名なお店だから。そんなに有名なお店だったんだ。まあね。で、ちょっと待って、あの人が父親ってことは、小羽の友達ってあのすごい歌唱力だって噂の。あんちゃんのこと？噂は知らないけど、歌はすごく上手だよ。私も一緒に歌ったりして教えてもらってるの。え？一緒に？じゃあ小羽もそのお店行ってるってことだよね。そこで例の子と練習してるってこと？音楽のことならこんなにたくさん話してくれるんだなって思って。悪い？ううん、そんなことないよ。嬉しいな。じゃあ順番に話すね。お店には毎週3回か4回は行ってて、